上になってございます天井、大天井と言っております。大変格式が高い天井でございます。そこの天井のところの天井板には、大草原って先ほど廊下で説明しました、廊下の上で説明しました。これちゃんとそれぞれの写真になってございます。大変めでたいです。で、この格子のところのちょうど中央、この部分ですね。この部分の金具は、六葉と言っておりまして、神社の角にある6つの葉っぱ。これがちゃんとありまして、中をこう見るとですね、なんとなくハートが入っているということで、これも大変貴重なものです。それから、布張りは、今回は回収してございません。これも創建当時のもの、よくよく見ると、こういった見事なですね、布がですね、ちゃんとある。こっちにもこういうですね、この辺、これちょっと遠くで見ません。近くで行くと、このようなものがあるということで、大変貴重な旅の日でございます。それから、窓を開けないとわからないんです。窓を開けないとわからない。ここの、この掘っている柄と窓のところについている金属のデザートですね、このフレーム、これが全く同じようなものになっています。開けた時にこれがないと思います。このような形でですね、オリジナルのものがずっと残ってございました。先ほど来から説明しておりますように、シャンデリア、それからこの丸二十字の時、このベースにあります。これも2つございます。それからさっき言ったニッチペーター、これも2つ。ブラケット照明、これも2つございます。この天井をずっとですね、ずっとの角度ということでございまして、あとこの床面水もですね、このような石垣面積、これもずっとそのまま残っているということでございます。昭和3年ということでございますので、90歳、もう今年10月になって91歳ということになります。今後ですね、直しましたので100年、50年持っていただくように、これからも皆さんに愛して、愛していただければと思います。まあ、そんな形でですね、このように、誰だかわかんないですけど、一生懸命ご紹介してるので、5月にですね、天の便りがですね、皆さんの家庭に届くと思いますけども、まあ、左、正面はですね、多分、今回、知事ですね、また当選されます。これが知事ですけど、開いて2メーターですね、このようなものが出てくるかもしれない。ですね、まあ、期待してお待ちいただければと思います。最後に昼だけではなくてですね、夜はどうなのかということでございます。これが正面でございます。感じでしょ。おー。いい感じでしょ。おー。なかなか立派ですよね。ずっとしてやるんですよね。これ見ると私、ゆっくりしたくなっちゃうんですね。このような形になってございます。本日はですね、大変時間より事故ございましたので、まあ、本当に4点でございました。先ほど、ございま挨拶があったようですね。ゴールデンウィーク3日4日5日とですね、また盛大に朝食会があります。その中で私がですね、もう1時間バージョンで長い時間だけではなくて全体をですね、説明させていただきますし、翌日には会場とも出たと思います。今日もご自身ですね、また皆さんもっと声をかけていただいてお集まりいただければと思います。大変汚い説明でございますが、今後ともよろしくお願いいたします。ありがとうございます。
ところがいいよね。あ、そうです、これ出しました。出しました。